はい、こんにちは。稲葉です。もうすぐ6月ですね。夏です。はい、これ、ゴーヤです。ゴーヤが美味しい季節になりますね。はい、黒巻き合成で緑が抜けちゃってますね。はい、今日はこのゴーヤです。はい、この iPhone で、はい、はい、マイクロソフトコパイロットを使ってみました。はい。では、どうぞ。では、始めます。コパイロットは無料でストアかインストールすることができます。はい。ありました。これですね。はい。では、始めます。できるだけマイクロソフトアカウントを使ってやってください。個人アカウントと組織アカウントを切り替えて使います。ここですね、右上に3点がありますね。はい。ここをタップすると、すべてのトーンを表示というのがありますね。はい。そうすると、ここ出てきます。真ん中はバランスよく。で、緑が厳密に。紫がクリエイティブに、紫はちょっと長くなる傾向がありますけど、これおすすめです。で、GPT-4 になりますけど、はい、カメラで撮ってみます。はい、ゴーヤを撮りました。テキストでも聞けますけど、ちょっとマイクを使ってみますね。これは何でしょうかと。どうですか。はい。コパイロットはゴーヤだと認識しました。沖縄で有名とありますね。はい。では、次に、ゴーヤチャンプルですね。ゴーヤといえば、その画像を生成してくださいと。はい。作りましょうか。私のイメージとは違ったゴーヤチャンプルかもしれません。はい。美味しそうですね、と。ありがとうございます。では、ゴーヤチャンプルを作って食べる集いを開きたいと思う。友人にメールしたい。そのメールの文案を考えてほしいと言います。どうしましょうか。OK。はい。メールの案を作ってくれてます。あとは好きなように修正したらいいんですね。はい。はい。これでコピーできます。はい。これをメールソフトに持っていきましょうか。こちら。はい、ここにペット。はい、入ってます。あとは、ここからもう修正したら OK。はい、送信。はい。で、終わって、コパイロットをもう一度開くと、先ほどの内容は消えてます。組織アカウントの保護済みになってますので。はい。
ほんの一つの例ですが、こんな使い方もできるっていうのをやってみました。メールの内容も考えてくれる。やっぱりメールするのにいちいち文章を考えるのがしんどい人にはいいかもしれませんね。はい、ぜひ使ってみてください。はい、ではこれで終わります。お疲れ様でした。ではまた。